矢上正義は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。立憲民主党熊本県連代表。元熊本県熊群相良村長。熊本県熊群相良村生まれ。上智大学経済学部卒業。1990年、第39回衆議院議員総選挙に、旧熊本2区から無所属で立候補したが、得票数9位で落選し、 金は没収された1992年、第16回参議院議員通常選挙に、熊本県選挙区から無所属で立候補したが、得票数5位で落選。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、前年に決闘した日本新党の公認を受け、定数が5から4に減少した旧熊本2区から、立候補。自由民主党の東ず義行 渡瀬則明、新党先駆けの園田博之を上回る得票数でトップ当選。翌年の日本新党回答後、新新党決闘に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙に新新党公認で熊本5区から立候補し、自民党前職の渡瀬則明を破り、再選。翌年の新新党回答後、自民党に入党。 2000年の第42回衆議院議員総選挙に自民党公認で熊本国から立候補したが、保守系無所属で立候補した金子康幸に敗れ落選した。2001年、出身地の相良村の村長選挙に無所属で立候補し当選した。2005年1月26日、相良村の助役選任に関し村議会議長を含む 村議会議員に対し贈賄を行った容疑で、熊本県警察捜査2課並びに、人吉警察署に逮捕された。2月に贈賄容疑で起訴されたが、同年11月の相良村長選挙に、獄中から立候補し、再選。12月に保釈が決定された。2007年、熊本地方裁判所で、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が下された。2008年、 相原村長を辞職し、熊本県知事選挙に無所属で立候補したが、立候補者5人中4位で惨敗した。同年3月、福岡高等裁判所で控訴が棄却され、上告したが2010年5月に最高裁判所で、一審の懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が確定した。2012年3月、相原村長選挙に帰り咲きを目指して、立候補したが、 現職の徳田正臣村長に敗れた。同年の第46回衆議院議員総選挙に際しては、民主党熊本県連が熊本4区での矢上の擁立を目指していたが、党本部が公認申請を受け入れなかったため、熊本4区から部所属で立候補したが、日本維新の会の園田博之の得票数の半分も獲得できず惨敗した。二0十六年五月、 同年3月に結成された民進党において次期衆議院議員総選挙における熊本国の公認を受け熊本国支部長に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。 矢ガは安保法制を容認する希望の党の政策に反発し、10月3日に希望の党の公認を辞退し無所属で立候補する意向を表明。10月6日、立憲民主党からの立候補を改めて表明し、同等公認で熊本4区から立候補。選挙区ではかつて17年前に熊本5区の議席を争った。 自民党前職の金子康行に6万病町の大差で敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、17年ぶりに国政復帰を果たした。ありがとうございます。